日本維新の会の足立康氏衆院議員が10日自身の公式ツイッターを更新立憲民主党の小西博之参院議員が自らの公式ツイッターで令和新選組の山本太郎代表に対する懲罰動議について懲罰動議の乱用の危険などから行うべきではないと考えを表明したことについて筋もへったくれもないんやな と呆れるばかりですなどとつづった足立議員は私の場合は民主や共産といった院内少数派からの同議でしたので彼ら彼女らのパフォーマンス懲罰委員会に付託されることなく廃案になりました衆院の場合40人で同議を提出できるのでとししかしその懲罰同義を乱発してきた民主系が こうやって懲罰制度の乱用の危険を訴えるのを見てるとほんと筋もへったくれもないんやなぁと呆れるばかりですと続けた立憲民主党は過去に足立氏に対する懲罰動議を提出したいきさつがある足立氏のツイートにはなんだか足立さんが言うと重みがありますさすが懲罰王の言葉重いですね 乱発された方が一番よくお分かりです、などの声が寄せられている。以下は、ネチズンのコメントをまとめたものです。足立さんが言うと説得力あるなさすがに嵐を呼ぶ男、暴風暴走だけど。足立さんの場合は多分に暴言過激な発言だけど今回の山本太郎の行為はだいぶた挙句の暴力行為だから懲罰動議は当然の流れだと思うよ。 しかも不当だとか謝罪をしなければならないのか的な発言してることから見ても除名処分相当の処分があってしかるべきだと思いますけどね自分が気に入らないやつに懲罰出すのは OK 自分に懲罰出されるのはダメそれが立憲小西議員って蓮舫さんの後継者候補筆頭ですよねというか 蓮舫さんは無責任批判とブーメランゲーだけなんですがこの方は秩序破壊も加わるのですでに超えておられるのかも今回の言ってることは民主主義の根幹を否定しているだけではなく暴力の肯定つまり法的秩序の否定まで含まれているわけで本当日に日にスケールアップしているなとまあ 要するに彼が言ってるのは相手の出方論をさらに自己解釈で上塗りした暴力肯定論もう民主主義どこに行っちゃったのか皆目分かりません彼には引き続き頑張ってもらい国民に失笑を振りまく反面教師として職務を全うしていただきたいと思います野党同士が争うのはもうやめませんか 国民は野党が与党に対して国民生活の発展を図るために正すことを望んでいます野党同士が争うことを喜ぶのは与党です野党がバラバラであり続けてほしいと願っている通りのことをやってくれれば楽ちんだからです結果的に野党同士の争いによって与党を偶してしまいますわかりやすく言えば 本来は北の方向を向いて、なすべきことなのに西や東を向いているのと同じです。与党の方向をしっかり見据えて、どんどん正してくださいまし。お願いします。小西議員は自分の騒動は終わったと思っているのかな。立憲民主党の議員は問題を起こしたら、収まるまで静かにしていて、ある程度日にちが経つと出てくる。 マスコミへの過去の肩書きを使って恫喝したことはまだまだ忘れられていないですよやはり足立議員の言葉は説得力がある彼の場合は暴言に近い乱暴な言葉遣いが問題だったけれど山本議員はやってはいけないはずの暴力 小西議員の場合は不正な公文書取得と事実ではないことを悪魔の証明のごとく無理やり証言させようとする乱暴なやり方などで明らかに土俵の違う話ですよね。必ずしも維新が全て正しいとは思わないですが立民はかばえる材料がないですね。まあ適質ばかりなので次の選挙では結果が伴いますよ。立憲さんは1桁台、社民はゼロ。 令和ははでででいいのではないのなか維新と国民民主そして立憲から抜け出した新たな政党が自民の代わりに野党第一党になるのではないでしょうか国会議員は簡単には逮捕されないだからちょっとした暴言や暴力は問題ないそれは有権者から支持され選挙で当選した国会議員の特権だと小西は思っているのでしょう 小西だけではなく立憲民主党令和、共産党議員はそういう思想の持ち主なのでしょう足立さんが品がないとかなんとか言う人がいるけどちゃんと聞けばまともな話をしてますよろくな意見も持たず議場をおもちゃにしたり他者を小バカにしてお金もらってるどこぞの議員さんたちよりよっぽど説得力がありますつまりは立憲が断るごとにやめろ 解任しろと吠えているのにいざ自分たちが懲罰にかけられると懲罰動議の乱用だって騒いでるわけですね、立憲民主党って楽しそうですね。もちろん与党、野党の違いはある。ただ、政治オタクや極端な思想を持った右派、左派を除く、ごく一般的な人は、正直、法案の中身の細かい部分なんぞ理解してない。巨大な組織票を持つ自民だが 一般の支持率調査でも、なんとなく自民、なんとなく立憲は嫌だという結果になってるのは、誰しもが理解できるやり取りで、あまりに立憲が理屈の通らないことを言ったりやったりしてるから。例えば、与党が出現した、報道番組では批判の大合唱、立憲議員は鼻息ブーブーで辞任要求。自民は遅すぎなことも多々あるが、世論の雰囲気が悪いと辞任させる。 だが、立憲は辞任どころか正当化してしまう。挙句、マスコミの印象操作だという始末。立憲支持者の方は理解してくれなくて結構だよわら、理解できないから立憲その支持者なんだからわら。私は今後、日本国国会議員の選挙立候補には、以下の資格試験を提案します。1、日本国憲法に関する知識試験国会議員は、 国の最高法規である憲法に基づいて立法活動を行う必要がありますそのため憲法に関する知識を持ち適切に判断を下すことが求められますこの試験に合格しなければ選挙立候補ができないようにすることで国会議員の質を向上させることができるでしょう2 政治経経済済に関すすす。るる知知識識試験国家のの問題を解決する上で、で政政治治は不可欠です政治に関する問題、経済に関する問題、また国家戦略に関する問題など、幅広い分野に対応できるだけの知識を持つことが必要です。この試験に合格しなければ、選挙立候補ができないようにすることで、国会議員の質を向上させることができるでしょう。 続く。筋を通すどころか無理を通して道理をなぎ倒しまくるあだちが何を言うかアジャース丸山も同様だけどまず自分のお庭でそれなりの振る舞いをしないと世間の無責任やじうは面白がるだけ面白がっていざとなったら逃げますよ。国民を動かすのが仕事じゃないんですかいや 野党にも立民議員の矛盾ダブスタブーメランに呆きれる人がいるというのは驚きだ与党だろうが野党だろうが自分が納得できなきからといって民主主義の根幹である多数決を武力行使で妨害するのは極めて悪質だ現職の国会議員としてあるまじき行為だ